はい、どうも、リズムの高です。よっしゃ。はい、今回は、寮ツアー第2弾ということで、はい、今回、はい、サンフレッチェ広島三ツ矢寮に来ております。原点回帰。これはね、本当に3人の原点です、ここは。うん、一回周り見てみますか。ここでやってたんだぞというのを見せてあげましょう。一回振り返ってもらいましょうか。はい。田んぼ田んぼ、家ポツンの田んぼ山ビールハウスビールハウス大山椒です、はい、すごいね、夏はホタルが綺麗いや、ホタル綺麗だし、大山椒もいます、はい、もう星もやばい星もやばいです、はい、しかもいます俺らがね、こう、はい、過ごしてきて環境というのを紹介して、まあ多分ところどころ変わってるやろな、いろいろと、はい、10年前だけね。そうちなみに今年プレミアリーグウエスト優勝したの、はい、青森山田とサンフレユースが優勝します今年。それでは行きましょう。にゃぽ。はい、ということで三ツ矢寮でございます。ちょっとなんか出迎えてくれてる感がすごいな。寮長さんと寮母さんがお願いします。自分たちの時の寮長寮母さんと変わってるんです。10年前ですからね。で、案内してもらっていいですか。自己紹介。3年の春潤です。2年の井上です。3年の田原亮です。2年の笠木津です。3年生キャプテンの西浦健太です。キャプテン。じゃあ、17期生の藤井貴之です。これ一つ、非占領家の子がおるって聞いたけど。直属の後輩。俺の直属の後輩や。直属。絶対ろくでもないですこれ。絶対に。はい、じゃあ今回は非占領家ジュニアに。サブレッチビンゴだね。ビンゴ。じゃあ、この直属の後輩の。シゲ2世ではない。頼むわ。じゃあまずここですか。ここから行こうか。これはすごいよ。もう歴代の卒業生の集合写真ですね、これ。森崎さんいるんじゃないの。ご期生は多分俺だろ。森崎和さんどうした。駒野さんもいますね、20番。このメンバーおかしいです、ここ。あ、これか。森脇焙煎ですね、これ。これさ、誘ってんじゃん TV。 誘ってんじゃん TV ね。ぜひコラボしたいですね。したいですね。くわしんくん、くわしんくん、高柳一生くん、富成さん、で、牧野パイセン、で、柏木パイセン、前田俊介パイセン。まあ、もうこれ天才、まあ、サンフレユース一の天才と呼ばれてる選手ですね。過去っすね。で、ここにも平重パイセンと。平重パイセン。で、ゴールキーパー佐藤さんまくん。さんまさんで、では歴代いて、ここですね。17期生、この一番左下にどこにいるか見つかる。野津田もはいい。まあそうっすね、野津田もはいい。しぇー。ではあです、ね、マルセロだ。広島ユースのマルセロで、この間結婚したやつで、ウィナーズキャプテンで、シャバーニですね。ちょっと細いな。シャバーニオラついてますから、ね、細いですね。で、脇田グルージャ、グルージャ森脇田です。 J2 昇格立役者ですよ。はい、で、川辺パイセンはここですね。あ、ここが宮原パイセン。宮原パイセンと川辺パイセンもいます。じゃあそれではちょっと、じゃあまず靴箱を入ったところ。変わってるんで、ほんまや、知らなかった。俺らの時はこうやった。そう、靴箱があった。違った。違います。もう初めから。あ、初めからこれ。なんか寮長さんに聞いたら、臭いから変えたって言ってました、ね。まあ、正解です。正解ですね。それは洗濯機があそこに入ってんだよ。いや、ほんまや。追加で今11台あるっつって。今11台あるらしいです。じゃああれ、洗濯機の取り合いない。取り合いはないですね。え、俺らの時もう取り合いやった。え、乾燥機は使っちゃ。あ、使っちゃダメです。あ、やっぱそこは使ってないんだ。じゃあちょっと食堂から行こうか。俺らの台がこの今つながってるけど、ここに壁、これ、あ、ほんまに、あ、今なったの。これコロナで、間隔空けるために全部食堂してるらしい。俺らの時はもうこっちはミーティングルーム、向こうは食堂って、もう分けられたんですね。洗濯機入れて。そうだね。もう無理か。洗濯室だね。どうぞ、違う？いや、ここは買ってないわ。ここに7台と、あっちに4台。
3台3台あ、ここ8台だ全部で11台俺らの時はもう6台ぐらいだったんでもう取り合い確かに今何必要ないので、あの1階と2階にトイレあるんですけどまあ2階建てなんですけどねあれ便器変わってますよね変わってる思ってる俺らの時下まであったの、うん、しあれ今ウォシュレットついてます、こう下もえ俺らの時は冬、バリ冷たい便座に行く最初ブリ冷たい便座それないんだ、まあ、吉田の冬であの便座はやばいじゃあちょっと、筋トレルームからエアコンなんかなかったエアコンあんのでもちゃんとエアコンを使う前に扇風機でやダメって書いてあるパワープレートあるからそれやばいなやばいでしょこれ俺らの時もこういう器具がもう6個ぐらいあるだけのところだっためちゃくちゃ良くないの量でこんな筋トレできるんだプロこれプロお風呂ですアフレッチ広島見せるお風呂広いいけるじゃんあでっかいんだよ何時まで入れるとかまだある今ありますね10え10時までめっちゃ入れるよえトレーニングしたら入れますえ、練習何時から4時半起きる4時40からまあ1時間半くらいもう6時、7時前には帰ってきてそう、1時間帰ってくるじゃん1回風呂入って、でご飯食べてその後にトレーニングする人はして1回入れるなんか普通はでもそうだよね普通じゃなかった、うん、俺らは多分8時までに全部終わる俺らは逆だったし全部を8時半に終わらせてから俺は筋トレしてたあそう、だから筋トレした後に無理浴びれないうわ懐かしいえ俺ねえってか高三の時にこの階段登れよジェリーが田中でしょ田中はいどうしたトップ昇格の田中です今3人ぐらいになってる3人ぐらいあの3年生が引っ越す関係で新しい1年生が入ってくるから今だけ3人部屋ができるんだよねはいちょっとお邪魔しますお願いしますよし待って俺と同じタイプにしてるわほんまやこのタイプで入れてんの、はい、だから 他はここに荷物まずここに荷物入れて本来はここがベッドなのねはいそうです2人が、はい、だけどここに3人なんで3人で仲良く3人寝るっていうね俺の津田中野スタイルだこれでもリズムハウスこれじゃない初期もこ この並びだったこの並びでしたねてかめちゃめちゃいい環境やん広いなおい広いなおい3人部屋とは思えんぐらいめちゃくちゃユニフォーム飾ってあるの多分机変わってないのリビューしたリビューしただけよウェバーおーあ出とったねはいどうだった J のいける意外といけましたいや大物やねもう期待の新鮮ですあれスピーカーないでっかいスピーカーもう時代が違うコンボはもう置いてないやろこれもうこれ時代は来ない俺らの時にはもうバーンもうでかいのがここに使うのはドゥンドゥンみたいなやつそうそうねそう朝とかもうえげつない音楽廊下がもうどん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 なかなかできるからねあれそうねしっかりね、目標が、1年の目標が目標、ウエスト優勝、13勝以上え、俺らの時何勝なんだろうねなんか全部出てくるのえ、で俺ら開幕8連勝したいまずかまず開幕8連勝、それ記録ないのウエスト抜かれてないね、多分そう、抜かれてない山田も今年7連勝だったから俺ら8連勝絶対優勝優勝してる唯一言えるとこそれは俺は唯一の誇りだ唯一の誇り南野と得点を同じ得点数同じ南野とリバプールリバプールです一人部屋中3のことなんで次あ今から入ってくるってこと3人部屋がある中で一人部屋えっちゃうえっ机おしゃれになってるよ本来はこういうベッドのねこれは俺らの時変わってないもうブレないからねこれこれは1年生が使うそうえ待ってこれ俺のボールなんだけど絶対なんでえこれ嫌ってでしょ
あったかもしれない。これえお前持ってきた。怖っ。2002やから多分そうや。しかもなんで落ちてるの。ベッドの下から出てきました。ベッドいや、なんかこんなん使ってんの。これ何使った。これ何ヒゲ剃りやな。そう。え、もうこんな。もうやっぱ今の高校生は意識の高さ。肌に塗るやつ。自主練に行くそうなんで。頑張ってください。頑張って。ありがとうございました。お電気つけっぱなんで大丈夫。ここやいかれんぞ。めちゃくちゃ噛んでるよ。つけっぱなんで。いかれんぞ。もういかれる。そんぐらいかな感じですよ。まあとりあえずね、何が言いたいかというと、素晴らしい環境で、ね、サッカーができてるとは。できてる。もう寮を出て、すぐ横に、人工芝は。ワイワイしてるんで、ちょっと。オフの日の過ごし方です。遊びに行くんじゃない、こうやってサッカーをするのがバンフレッジユースのオフの過ごし方。遊びに行く場所がないですね。もうこれ見たら分かるんですけど、山と川しかないから。だからこの環境を選んで来る選手がめっちゃいるんですよ。あの柏木陽介選手もこの環境だから来たって話。サッカー打ち込んだならもう最高の最高の環境なんですね。はい、ということで、サンフレッチェ広島ユースの三ツ谷寮の寮ツアー、これにて終了となります。まあ、あんまりなんか変わってないよね、そこまで。まあ、やっぱね、その、まあ、エアコンとかカーペットとかそういうなんか、古いやつはやっぱり変わってたけど、ルールが変わってたね、俺らの。お風呂とかびっくりしたもんね。親御さんたち見てる方、あの広島ユースにぜひ。間違いないですね。間違いない、それは本当に間違いないと思う、うん、これだけは。こんな、たまにこんなやつも出てきますけど間違いはないです。こんなやつって真面目でしょうからね。まあこれがサンフレッチェユースの強い秘訣でも一つの理由であるかなと思いますので、まあ今後のサンフレッチェ広島ユースの活躍にも期待して、はい、それに負けないように先輩として頑張っていきましょう。負けられないですね、はい、それではまた次の。Thank you.